メンバーに。あ、自力でって。自力でって、なかなか言えないけど。すごいメンバーになったよ。自力でって。自力でまだ来季もう一回影響やるんだ。そうですね。なあ、びっくりしちゃったよ。はい、そうなんだ。昨日、昼に電話かね、全然調整してないんで。あれですか。でも、まあ、走っとくかって感じ。そうっすね、まあ、明日は堀君に楽させてもらって。走ったことある？走ったことないっすね。もう離れないようにちょっと気をつけないと。離れるわけじゃねえけど。いや、やっぱ人のタイミングで結構離れるんで。人の後ろってどうなんですか、体重って。やってないですか。ほとんどないですね。ないよね。はい、人の後ろ今年一回ここで谷口さんの後ろで優勝させてもらったんですけど。ああ。はい。それ以来。それ以来ないっすかね。あれ何月でしたっけ。谷口さんが A 級の時ですもんね。4月か5月だったんですか。今年？はい。今年ですね。5月どっちかぐらいですね。ああ。強いよね。でもちょっと絞った前より。俺が最初会った時に、この前会った時に、大きくなったねって言ったんだけど、はい、多分体重は変わってないですけど、うん、ちょこっと絞れたかなってぐらいですかね、うん、か気持ち絞れたよね、はい、もうちょっとこの辺に崩れると思うんですけど、うん、なんかぽっちゃり系からなんかさすがにアスリートに、まあ、まだ全然ぽっちゃりがする、いやいや今回ね本当にいいメンバーだと思う。これそうですね、もう年末ってか期末大体こんな期末ね、皆さんお休みになられてる方がね発生するので、はい、まあもう追加も入らんかったんでゆっくり練習しとろうかなと思ったら、すんげえな、一回も一緒に外してねえともな、ここからな。そうですね、流れが、まあ、あれ流れっていうのも準決はさすがというか、まあ、もちろん優勝回数、そうですね、ちょっと決勝着が結構、ね、逆ぐらいがいいよね、このぐらい優勝してるって、まさしく、はい、うん、前回ちょっと決勝で走り気味に行ったんで、うん、あれですけど、もう頼まれちゃうからね、自転車で点数余裕あるし、ポリもなんかね、俺なんか S 級の点数がギリか分かんないけど、はい、私はもうグラス勝負に来ましたとか言ってました。追加入った瞬間にやめようかな、ね、番組悪くなるね。